崎チャンネル。ちょっ、月曜日です。総チェック。はい。ということで、今週もおっと、もう交流戦ね、終わりますね。まだ終わってないけども、DeNA がこのまま優勝するのか、ソフトバンクが得失点率で逆転するのか、はたまた楽天が20何点2試合で取って逆転するのかっていうね、まだ楽天にもチャンスない。オリックスと巨人はもうチャンスない。その中でね。でしかももう今年はパ・リーグが勝ち越し決定っていうね。多分決定だよね。あと1、2、あ、3試合ある。3試合あるから全部セ・リーグが勝ったら53勝53敗だ。だからどうなんだろうっていうね、ところですね。まあ別にどっちが勝ち越したからって何かあるわけじゃないからね。どうでもいいけど俺は。さあということでね、まず交流戦、まああと3試合あるからね、お全部終わってどうなるのかっていうところだけども、とりあえず終わったチームもあるからね。さあまずは広島対西武。16時2対0広島、17時6対4広島、18時4対11西武。西武が連敗脱出というところでね、まあ最後あのシーズン戻りに向けて勝ってよかったねっていうね、ところで16時2対0で広島、広島先発とかだね。9回115球5安打3三振無四球2デッドボール無失点で完封ね。ピッチ終盤に向けてね、ちょっとあの肘の張りで離脱してたけども、帰ってきてからね超安定的なピッチで。西武先発隅田、6回103球6安打8三振1四球2失点と、いやもう踏ん張ってるけど援護なしっていうね。まあ、その中でもう得点もうほぼ両ピッチャーのね、素晴らしいピッチングで、投げ合いの中、ゲームが動いたのは5回裏、ね、広島聖火のセンターバックスリーホームランと堂林のライトへホームランで、このね、2つのホームランで結果2対0っていうね、まあ、これも2本だけなんだけどね。まあ、その中でね、ピッチャー隅田、こう姿勢からね、ノーボール2ストライクからインコースストレート狙ったやつが逆球の外ストレートになって、それがホームランってもったいないっていうかね、なんか、まあ、打たれるのは仕方ないけど打たれ方がダメだね。で、堂林にはライトへっていうね、これもう 3-2 からね、外のストボールね、ストレートが若干甘くなったけど、これはまあ打ったね、堂林が素晴らしかったなっていうね。で西武は4回5回6回、これ先頭打つもね、2つのダブルプレー連打らしいっていうところで、ここで1点でも取れたらっていうねところでは、4回ね先頭との先が、内安打で出るけども、牧野アウトで、渡辺がね 1-4-3 ダブルプレーで、5回先頭長谷川出るけどもね、金子小賀隅田連続アウトで、6回源田先頭ライト前ヒットで、岸がねアウトになるけども、との先デッドボールで、ワンアウト1塁から牧野が 6-4-3 ダブルプレーっていうところでね、ここでワンチャンは1本出てればっていうねところはあったけども、まあ床田が踏ん張ったっていうね。11日6対4で広島、ね、広島先発森下、6回96球7安打6三振1四球2失点と、ね、まあ、西武ね、ただでさえなかなか点が取れないのにミス多すぎ問題っていうね、森下も結構ピンチ作ってたからね、まあ、そこで踏ん張ってよくね2失点で、踏ん張ったなっていうね、ところの、試合展開、ね、で、広島はね、初回野間がセンター前ヒットで、初期送りバントを決めて、秋山が、レフトでタイムリーツーベースっていうところでいい形の先制をして、で4回、ね、田中が、ね、2点ツーベースで先制するんだけども、坂倉がね、ツーベースで、田中がね、ライトへタイムリーツーベースで、ノーアウト2塁から林がファーストゴロの進塁打で、ワンアウト1、3塁から矢野がね、スクイズで、ここでねピッチャー高橋コーラ、ね、縦スラでワンパン投げてスクイズ防ぐんだけどもね、キャッチャーの杉がね、ワンパン止められてる。まあでもあれ止めるのはなかなか難しいけどね、ハードワンパン。でも大きくね、三塁側にそれて、三塁ランナーホームインっていうね。で、これツーストライクだったからね、振り逃げが成立するんだけども、あのバッターのね、あの矢野もね、急に思い出して、ファーストで全力疾走っていうね。でも、ピッチャー、キャッチャー、あのファースト、誰もそのことに気づいてなくて対応できず。で、唯一セカンドの外崎だけが、そのボールをね、しっかりあの一塁側ベース、あのベンチ前にね、転がっていったところをしっかりね、あの取りに行って、その先だけは気づいてたけども、ファーストの渡辺も気づかず、ファーストベース戻れず、振り逃げ、バッと。何やってんだっていうね、全員。その先以外全員バッと。三振やろっていう。で、5回にも、ピッチャー青柳に代わって、西川ライト前ヒット、坂倉ツーベース、ノーアウト2塁から田中がね、2点タイムリーツーベースっていうね、いうところで、もう前半に6点っていうね、まあ、これちょっときつかったね。で、6回、7回に西武もね、2点ずつ取って、4点取るけども、6失点っていうところが痛かったっていうね、まあ、鈴木翔平ね、タイムリーヒット。
で渡辺が、押し出しフォアボールっていうところでね、2点取って7回にも鈴木翔平のタイムリーヒットっていうところだけども、このね前半のバタバタ感の失点がね防ぎたかったなっていうね。で18日4対11でセーブっていうところで、広島先発川野ね、5回92球4安打6三振3四球1デッドボール5失点と、まあ、いい感じで投げてたけどもね、4回2アウトから、牧野レフト前初がツーランホームランっていうね。で、5回にも一気に、3点取られて、もう川野としてはもう力尽きるっていうね、まあ、いい感じで投げてたけどね。で5回にも、ワンアウトから源田がスリーベースで、鈴木翔平犠牲フライで、外崎デッドボールで、渡辺のねツーランホームランっていうところで一気にね逆転で5対3っていうね。だからまあちょっと力尽きたかなと。で肩のね開きも早くなってキレもなくなり、まあ、これちょっと疲れたかなっていうね、ちょっと押し出し気味になってたっていうね、ボールをね、もうその分ね力も伝わらずキレもないっていうね、ところではもうちょっとスタミナがね必要かなっていうね。で西武はね初回まさかのプレーっていうところでね、広島が2アウトから秋山フォアボールで、西川が、ライトへツーベースで、2アウト2、3塁から坂倉のショートゴロをまさかの源田がファースト悪送球っていうね。で次2アウト1塁から田中の、ショートフライ、源田が太陽が目に入って、取れず落として結果内野安打っていうね。で2アウト1、3塁から林の、ショートへの内野安打、またこれが源田が、セカンドへ悪送球っていうね。もう実質3つのミス、1リーグ珍しい。でもバッと源田にも出しますね。源田がしたら仕方ない、それは仕方ないけどもね、ミスはダメですね。で平はねこの日7回127球6安打11三振2四球3失点自責2ということで、防御率が 2.109 で現在トップです。で2位がね 2.11 の高橋光成というところでね、西武先発が2人、防御率1位に独占というところはね、なんでこのチームが10位なんだっていうね。でまあこれね、その後しっかりね、逆転したっていうところは西武よ、まあ、あのまま負けてもおかしくなかったからね。で7回にも、外崎がツーランホームランね。で9回にも連打連打でね、鈴木で渡辺岸とね、で岸はホームランとで11点っていうね、まあ、最後なんとかね終わりよければじゃないけども、いい形で攻められたかなと。広島はねちょっとこのね川野が疲れちゃったっていうところと、リリーグはボコボコタイムになったけども、まあねしっかり交流戦5部で終わったっていうところはね、カープ的には良かったんじゃないでしょうか。結果ね2勝1敗でカープの勝ち越しでした、はい。さあ続いて、ヤクルト対オリックス、16日1対4でオリックス、17日5対8でオリックス、18日0対6でオリックス、オリックス3連勝、ヤクルト3立てされるっていう ね。あ、まだ世の中の皆さん、立ては負けたチームに使います。勝ったオリックスが3立ては間違ってます。負けたヤクルト3立てされるですね。だからなんて言えばいいかというと、オリックスがスイープとかね、3連勝が正しい表現です。勝ったチームに3立ては、間違ってますので、皆さん恥ずかしいのでやめましょう、はい。佐々木も、去年おととしかな初めて知ったんだけども、勝ったら3立てじゃないです、負けたら3立てです、はい。プチ情報をお伝えしました。さあということでオリックスね、3連勝っていうところでね、金曜日の試合ね、オリックスピッチャー山崎幸也7回112球4安打7三振3四球1失点と、まあ、緩急をつけてね、制球力も素晴らしかったし、グッピッチね、投打でパーフェクト、パーフェクトスパイラル素晴らしいね。でこの日ねオリックス2回ワンアウトから紅林ツーベースで、若月アウトになるけども、ツーアウト2塁からね、次ピッチャーだからって言って広岡を、敬遠で、2アウト1塁になった瞬間に山崎幸也ピッチャーね、センター前タイムリーヒットで、福田の時に、ここがパスボールバッと股の下抜けてます。で福田レフトで、福田ライト前、ゴンダレスライト前タイムリーっていうね、計3点ね、山崎のね、8番敬遠して、山崎でピッチャーだからアウトにしとけばいいかと思ったら、これがまた打つわ打つわっていうね。ヤクルトはね、3回裏、まあ、ここでね1点取れたらっていうところでね、9番ピッチャーピーターズね、ピッチャーゴロ、こう山崎が弾いてね1塁へ投げて、まあ、わざとね、2バウンドで投げたんだけども、頓宮取れずっていうね、これは取ってやろう、攻めてね。でその後山田フォアボールで、ノーアウト1塁になって、内山が送りバンドを決めて、ワンアウト2、3塁から青木三振、村上三振っていうねところで、まあ、ここ1点取りたかったね。6回裏、ね、内山レフト前で、青木が、ね、センター前ヒットで、村上フォアボールで、ノーアウト満塁のチャンスを作って、サンタナがねこの、ダブルプレーの間に1点取るけども、ここでもう1点ね、ダブルプレーの間に1点じゃなくてもう1
1点ね取ってれば逆転できたかも分かんないというところでね、まあ、この1得点のみで、オリックスはね8回に杉本がねレフトタイムリーツーベースでダメ落ちで4対1というところで、まあ、オリックスはね山崎福也がなんと打つ方でもね3打数2安打1打点とグッバッティング完璧な、バッティングというところでね、まあ、しっかり完璧に勝ち切ったというね。で、17日土曜日の試合5対8のオリックスというところでヤクルト先発石川3回57球7安打、三振ゼロ、無四球6失点沈むです。もういきなり試合終了です。初回、2アウトから森がねライトスタンドへホームランで、2回が1アウトから紅林がね、レフトへホームランで、3回山下俊平太レフトヒット、ピッチャー打つねオリックスで、佐野がレフト前ヒットで、大城がねライトへ2点タイムリーツーベースね、で森がアウトで、頓宮が3ランホームランで一気に6点先制っていうね、これ結構大きかったね。でヤクルトもねこの3回の裏にね3点取ってね、ワンアウトからね山崎内野安打で、山田がホームランで、サンタナがねタイムリーと3点取って、あ、ひょっとしたらまだワンチャンあるんちゃうかって思った時に6回表代打宗の、サード内野安打っていうところでね1点取って、村上が悪送球っていうね、でここで2点ね、まだあるかなっていうところでね、この8対3になったのは結構痛かったね。でまあこれ三塁線ね、村上ダイビングしてよく取ったけども、ファーストへ悪送球で内野安打プラスタイムリーエラーで2失点っていうね。でここまで村上ね、あのリーグトップのエラー10個目っていうね、でチームエラーが26個だから、もう3分の1以上村上がエラーしてるっていうところでね、ちょっとねこれ負けが込んでるところにこのミスの失点っていうのも多いんでね、そこら辺ね、あの打つ打たないもなかなか仕方ないけどもね、スローイングとか送球とかね、そういったところはもうちょっときっちりやっていかないと、ちょっと村上の守備がねちょっと打ってないだけに目立つっていうねところはありますね。でオリックス先発山下5回105球8安打6三振無四球3失点と、まあ、これ無四球が大きかったね、これフォアボール出してないっていうところで無駄な失点をね取られることなかったっていうところでは、まあ、しっかり勝ち投手になれたんじゃないでしょうか。で8回ね、サンタナがホームラン打って5点取るけども8対5、まあ、前半のね失点と、あとはこの6回ね、胸の内安打そしてエラーのね失点というところがちょっとね重くのしかかったかなと。で18日0対6でオリックスね、オリックス先発宮城6回93球7安打5三振2四球無失点、まあ、前回ね DeNA 戦8失点したけども、この日ねコース制球低さもね安定的に、まあだから前回はやっぱりね、前回も俺はねそんな悪くなかったと思うんだよね。でだから本人が悪いっていうよりも DeNA 打線が良すぎたんちゃうかっていうね前回ね。でヤクルト先発小澤6回98球3安打5三振無四球無失点グッナイスピッチング、ね、しかし援護らしいっていう、なかなかきつかったっていうね。でオリックスね、もう一気にもう6回だけです攻撃したのはね、あじゃあ7回だけ攻撃したのね、先頭頓宮ねピッチャーを小澤に代わってほしい、いきなり頓宮ホームランで杉本ツーベースで紅林送りバントを決めて中川アウトになるけども、ここから2アウト3塁から宗デッドボールで代打茶野がフォアボールで2アウト満塁になってまさかの押し出しで2アウト満塁からゴンザレスがライトへ満塁ホームランゴンザレスグッズ一気に6失点試合終了でございます。でもヤクルトの方がねチャンス多かったのよ明らかにね。ヤクルトは1回2回3回5回6回チャンス1本出ずっていうね、オリックスより本当にチャンス多かった。初回ね山田青木が連続ヒット初回からね、でノーアウト1塁チャンス作るけどもオスナ村上サンタナが続けずね、で2回ワンアウトから中村長岡が連続ヒット小澤が送りバントを決めて山田フォアボール2アウト満塁で青木がショートゴロで3回ねワンアウトから村上がツーベース打つけどもサンタナ内山が1本出ず先制点にならず、で5回、先頭山田が出塁するけども青木がダブルプレーのオスナがショートゴロで6回村上がツーベースを打ってチャンス作るけどもサンタナ内山アウト中村雄平フォアボールで長岡が三振っていうね、この 1,2,3,4,5 5イニング得点圏ランナーいけども1本出ずっていうねところが、ここで点取ってればどうなってるか分かんないけどね、まあ、ヤクルト6連敗ね、まあ、オリックスはこの3連勝非常に大きかったんじゃないでしょうか、はい。続いて中日対日本ハム16日1対2で日本ハム17日3対6で日本ハム18日0対4で日本ハム日本ハムの3連勝っていうね、ところで16日日本ハム先発大沢8回112球3安打5三振2四球1失点とで、中日先発小笠原7回99球5安打6三振無四球2失点援護なしっていうね小笠原っていうね。で中日はね2回裏細川がねライトへホームラン打って先制するもね
おいい形の先制ってなったところで、日本ハムね、3回表上川畑、レフト前ヒットで、江越が送りバントね、で上沢がなんとピッチャー上沢レフト前ヒットで、ワンアウト一三塁から加藤豪がねセンター犠牲フライっていうね、この7番上川畑がレフト前ヒットでピッチャーに行くのに8番江越でバント、このバントはセ・リーグではないかもしれないね、次ピッチャー行くからね、こう江越で打ってノーアウト1、2塁チャンス作ってから上沢バントでワンアウト2、3塁で1、2番勝負っていうところが多分セ・リーグの考え方だけども、こう上沢のバッティングを期待したのか自信があったのか分かんないけども、この江越のバントの策がねこれ決定的だったかなっていうね。で4回表万波ヒットで上川畑ヒットで2アウト1、3塁でね江越の打席ね、1塁ランナー上川畑、3塁ランナー万波っていうね、フォースボーク成功っていうね、あの一塁ランナー上川とかね若干スタートを切って飛び出した感じに見せて、小笠原がファーストに牽制している間に万波がホームインっていうね、ところで、あとねでもこれ問題あるんだよね、この上川とさそのままセカンドに行ってタッチプレーでアウトがセーフなんだけど、あれあ先アウトになってたら万波の1点入んないからね、あれ挟まれ、もう挟まれてアウトになんなきゃ、何一目散にセカンドベースに自分もセーフになろうと思って行っちゃってるわけ、あれもし上川畑アウトで万波ホームイン認められなかったら本当スーパーギャグだったからね、あれはダメだね、もうちょっと考えないとね。でもこれはでも投げるね、あなったらファースト投げるね、あれを外してサード見るやつほぼ見たことないけどね、たまにしか起こらないからね。でもこの策良かったね、その後ね大事件勃発ってね、某地軍で某監督が通路に後ろ下がるときにゴミ箱を蹴り飛ばすって言って大事件が発生しました。で黙って全員が後ろを見る気持ち分かります。で中日7回裏2つのフォアボールからねチャンス来るわけ、2対1ね、細川福田連続フォアボール、ノーアウト1、2塁から村松バントできず三振で、ここで代打石川ね、内野安打で出てワンアウト満塁から代打高橋周平三振、代打伊藤ピッチャーゴロっていう、この代打の成功率の低さね、もうそう考えたらよね、俺はこの日思ったもん、満塁でもスクイズとかやっちゃいなよみたいな、もうここ数年ずっと中日は言ってるけどね、泣かぬなら泣かせてしまえ、もう噛んだわやめるわ言うの噛んだから、待ってても動かないよ、サクさせなきゃと思ったのこの試合ね。で次の日11日ね3対6で日本、中日はね初回から着実に点取っていくわけよ、わこれ勝ったなとね、あの中日先発伊藤ねから初回ね、ワンアウト一三塁から細川のね、内野ゴロの間に行ってあげる。で、2回、ワンアウト一三塁からピッチャー松葉ね、セーフティースクイズ作る。ね。もうピッチャーじゃなくてもセーフティースクイズやっちゃいなよ、みたいなね、思ってたけど。で、3回、ノーアウト一塁からね、細川がライト前タイムリーヒット。ね、これ3点目。でも、こっからが問題ないのよ。その後ね、ノーアウト一三塁になって、福永、ビシエド、石橋で点取れず無得で、ここでもう1点でも取ってたら、この試合ね、勝ってたかもわかんない。ね。でその中でこのね、日本ハムのプレーね、初回ね、細川のサードゴロ、ダブルプレー崩れの間に行ってんだけども、サード木の宮、ジャックルするわ、セカンドへワンバン送球するわ、もう最悪だったけども、二塁のね、セカンド、加藤、よく取ったね、あれワンパン。あれ取ってなかったらもう大事故になってたからね。そういったところではね、まあ助かったっていうところもあるけども、ここまでね、ちょっとポロポロしててね、一気に中日の流れかなと思ったけども、なんと5回表、ね、ワンアウトから。伏見センター前、エゴシアウトになるけども、なんとピッチャー伊藤大海、レフトにタイムリーツーベース、グッ、ナイスバッティング。パ・リーグのピッチャー、めっちゃ打つな、ね、打席に立たないけど、これぐらいセ・リーグのピッチャーも頑張ったら、全然得点チャンス変わるのにね、で、ここで1点返して3対1、まあ、まだでも分かんないところ、そしたら6回で、上川とフォアボール、万波センター前ヒット、で、ワンアウト1塁から、ピッチャーね、松葉から藤島に変わって、3球目、なんと、ね、中日を、結果出してたけど、中日をクビになった。マルティネスがライトへ逆転のスリーランホームラン、ナイスホームラン。で8回、上川畑内野安打で万波、ライト前ヒットで福永のね若干ミスがあってノーアウトになってマルティネスフォアボールでノーアウト満塁から清宮押し出しで、伏見のね、ダブルプレーの間に1点っていうね、でこれ2点で6対3ジエットっていうね、援護なし、こうきつかったね。松葉もいいピッチングしてたけどね、前半完全にドラゴンズの勝ちペースだったけども、やっぱりさっきも言ったように3回にね、ここでもう1点取ってればっていうところで取りきれなかった。あと5回ね、ピッチャー伊藤大海にね、タイムリー打たれてしまったっていうね。
でマルティネスにスリーランっていうね、ちょっと中日からしたらね、あの最悪な展開の負け方だったからね。で18日0対4で日本ハムっていうところで、日本ハム先発北山ね、6回32球104球1安打7三振2球無失点と、まあ、本人ね最後はちょっと疲れてスタミナがなくなりましたって言ってたけど、もうこれだけ投げれたらもう十分やろうっていうねところでね、5回までノーヒットノーラン、6回先頭ね、この石橋にセンター前ヒットを打たれるまでノーヒットノーランだからね。でその中でね、日本ハムは、1番ね清宮の起用が当たるっていうところで、初回ね清宮フォアボール、松本ショートゴロ、加藤フォアボールで、ワンアウト1塁から万波タイムリー、そしてまたマルチネスがタイムリーヒットで2点先制で、5回までね北山がノーヒットノーランでしっかり、ピッチングをして、でダメ押し、7回に先頭石井ね、フォアボール祖父江に代わって、で、北山がスリーバンド失敗、こうバンドの練習もういらないか、打席立たないからね。でエゴシアウトで、ツーアウト一塁になってから清宮がライト前ヒット、ここで松本がヒットで、加藤がフォアボールで、万波がね時に松山が、悪送球っていうね、これもねキャッチャー石橋ね、ノーバンだったからね、フォークボールだったと思うけど、これ取れないかな、これ取れなきゃね反応しなきゃっていうところはあるけどね。で中日は2安打だからもう打つ手なしっていうね、完敗でございます。もう日本ハムにいいようにやられた3連戦ね、日本ハムの3連勝、中日は3たてでした。はい、続いて DeNA 対ロッテ、16日2対5でロッテ、11日10対1で DeNA、 そして18日6対1で DeNA、 DeNA の2勝1敗で勝ち越し、さあ交流戦優勝どうなるのかっていうところでね、16日 DeNA 先発浜口、4回3分の2、97球、2安打4三振、6四球3失点と、まあ初回いきなり制球定まらず、ストライクボールはっきりしてね、2四球絡んでワンアウト満塁で、ロッテ角中に初球ど真ん中への方向レフトへ走者一掃のタイムリーツーベースっていうね、ところで一気にね先制されて、まあその後のね、まあそんなピッチングの状況も変わらなかったけども、まあ2安打でね、踏ん張ってたけどね、やっぱり6四死球がねちょっと痛かったかなっていうね。でロッテ先発メルセデス、7回103球7安打、3振0、2四球2失点と、まあ、右にはねインコースストレートで、外には変化球で、左には外のねストレートスライダーの出し入れっていうところで、 DeNA 打線ね、右打者並べるも対策見えずね、まあ、7回やっと連打でね、得点になったけどもね、そのもうずっと同じ配球だったけども、まあ、そこにね対応策見つからずっていうかね、見えずっていうところで、メルセデスがねいいピッチング、した中で、7回ね、宮崎がセンターへツーベースで、外アウトになるけども、大和がねレフト前ヒットで、ワンアウト一三塁から伊藤がねセカンドフライ、これチャンスついえたかなと思ったところで、代打オースティンね、ツーアウト一三塁からレフトへタイムリーヒットで、関根が内野安打ね、でツーアウト満塁から太田のね、三塁ゴロ、安田のフィールダーチョイスっていうところでね、まあオースティンのまずねリードめっちゃでかかった、大リードも含めてで、三塁ゴロ安田が取って、そのまま安田が三塁ベース踏もうとしたら、オースティンのスライディングがね一歩早く、安田もスライディングした方が良かったんちゃうかっていうところでね、フィールダーチョイス、ね、でなおもツーアウト満塁、ここでね一気に最低でも同点逆転かっていうところで、佐野がねショートゴロっていうね、ここ同点に追いつけれてたらね、ひょっとしたら3連勝もあったかなっていうね。しかしその裏ね、その、次の回8回表、ピッチャーね、ウェンデルケンに代わって、藤岡フォアボール、中村送りバンドを決めて、山口がレフト前ヒット、ね、でここでいって、でその後安田の時にね、まあ、ほぼ和田が盗塁してね敬遠になったんで、ツーアウト満塁で田村がセンター前タイムリーヒットっていうところで、まあ、この時点でね、まあ、ジエンドだったかなっていうね。だから浜口の初回の3失点がね DeNA 的には痛かったし、ロッテとしては相手のねフォアボールなんかをしっかりねついて得点に生かすっていうね、通常野球でしっかりして、ね、この先勝して、で次の日どうなるかっていうとね、10対1で DeNA っていうね大爆発っていうね、ロッテ先発勝ついいよ、3回52球、6安打1三振、1球、1デッドボール、6失点と、まあ、制球定まらず、ストライク取りに行って、ボールに切れなしっていうところを2打、ね、DeNA 先発、本抜き、6回96球、6安打4三振、無四球、1失点と、まあ、ストライク先行で自分の投球ができたっていうところが結果につながったかなと、で、まあね、3回、四死球、ね、ワイルドピッチ絡めて、一気に6点っていうところでね、先頭、強打がね、ライト前ヒット、で、大抜きが送りバンドを決めて、この大抜きの送りバンド、よかったね。安田がめっちゃチャージしてる中でしっかり送りバンドを決めたっていうね。で関のフォアボールで、海老名がねデッドボールで、ワンアウト満塁から前日ね満塁から1本出なかった佐野がセンター前タイムリーヒットで、ここでねカスティーヨの悪送球で、牧がねレフト前タイムリーで、宮崎のホームランっていうね、仕上げは一気に6点っていうね。でロッテもね、5回に、まさかの1点を取るんだけども、まあ、ここねワンアウト1、3塁からね友杉、まあ、3ボールから
ね、若干高めのストレート、ね、ストライクっていうところをね、あの中尾さんの、まあ、コールが遅かったってみんな言う人いるんだけど、いや、あのね、中尾さんのパターンはね、ストライクっていう人もいるし、ストライクって言って、あのまず声を出してからあのジェスチャーする人いるんだよ。多分中尾さんは声出してからジェスチャーのタイムなんだから、ストライクってやってるから、あのキャッチャーとかバッターはその声で判断するわけだって、ジェスチャーなんてキャッチャーとバッターあの見えないからね。ってなった時に聞こえてると思うんだよ、遠すぎも。でもそれを多分自分がボールやっていう思い込みでもうファーストに歩こうとして、でファーストランナー大下は友杉が歩いて出てきてんの見て、多分セカンドに行こうとしたと思うんだよね。あの友杉は逆に言ったら声聞こえないからジェスチャーだけ見てるからね。でそれでピッチャーね、石田が大下をね一塁間に挟ん で、 でその間に佐藤がホームインっていうところで、だこれはね友杉がダメだったと思うんだよ。で俺別にね、南光さんあれで、ね、そんなジェスチャー遅くなかったと思う。いつもあんな感じだと思う。遅かったとしても多分コンマ何秒ぐらい、だそれはねもう勝手に判断しちゃダメだね。でもよ、これダメなんだけど、これ逆にこの作戦いいよね。あのフォアボールやと思ってバッターがわざと歩くで、ファーストランナーもわざと歩いてセカンドに向かうで、あの相手に何やってんねんこいつと思って、あの挟ませるの間に三塁ランナー帰ってくるみたいな、崩れフォースボーク的だ。で結局1点入ってんじゃん。あの後友杉ショートゴロだったからさ、あれ1点も入らんかったかもしれへんよ。だからあれわざとできたら強いね。あの全員がね、昔あったね、あのホスフェルなんですが、なんて言ってたかな、名前忘れたけど、気がついたらセカンドにいるみたいな、え、どうやってセカンド行ったんやみたいな、あの多分ね、どっかの YouTube のサイトにもあるんだけども、気がついたらセカンドに行ってたみたいなね。もうあのだからそういう感じで、これも作戦に使えたらねいいね、正直ね。でまあそこでね、まあ、1点取るんだけども、まあ、DeNA は7回裏ね、戸柱の走者一掃ね、タイムリーね、で8回、大和のねタイムリーで10対1っていうところでね、まあロッテは前日の逆パターン、自分たちがミスしてそれを全部ね、相手に得点に、されてしまうっていうところではね、逆のパターンで1勝1敗になったかなと。で18日、6対1で、DeNA っていうところで、まあ、この日ね、ロッテ先発、佐々木朗希ね、6回96球、6安打7三振、1四球4失点で、DeNA 先発石田、5回82球、1安打7三振、3四球1失点っていうね、ところで、この日ね、解説、言ってましたけども、ね、石田ね、久しぶりの登板というところで、初回ね、2つのフォアボールで、ワンアウト1塁からね、カーブがワイルドピッチになって、ツーアウト1、3塁、あ、ツーアウト2、3塁になって、山口、ね、サードゴロ。でここで、岡がね挟まれて、でその後藤原がショートゴロっていうところで、ここ初回踏ん張ったのでかかったね。逆に言うとロッテはね、このワンアウト2、3塁山口のチャンスでここ1点でも取ってたらね勝ってたかもわからない中、ここがね前半の山場だったからっていうね。で DeNA はいきなりね、あ、2回3回で、リクエストしてね、それを全部使い切るっていうねところで勝負出たなって思ったけどね、まあ、それが結果にもつながったけどね。で4回ね、中村が、先頭でね、弾丸ライナーでレフトスタンドね最前列に飛び込む、先制ホームラン打ったけども、この4回ぐらいすぐね DeNA も1点返したのが大きかったなっていうねところで、まあ、この日ねもう1番の関根のこの粘りっていうところが非常に良かったっていうところで10球で割ってね、4回先頭フォアボールで、楠本がねしっかり送りバントを決めて、佐野がね、セカンドゴロ、進塁打で、2アウト3塁から牧がねレフトへ同点タイムリーっていうね、これすぐ追いついたのもね良、かったし、 DeNA 的に言えばね、2回ね、牧がツーベースを打ってノーアウト2塁から宮崎がね、なんとしてでも進塁打っていうね、4割近く3割7分ぐらい打ってリーディングヒッターなのに、ここでねチームバッティングの右打ち進塁打をなんとしても打とうっていう姿ね、これはもうチーム全体で佐々木朗希を攻略するんだっていうねこの姿勢、グッチね。でここもねしっかり、フォアボール送りバント進塁打タイムリーっていうところでね完璧な流れで同点に追いついて、で6回裏ね、で今度は初球で関根がセンター前ヒットで、ここで楠本の時にねバスターエンドランかけるんだけども、これまたファーストランナー関根のスタートがめちゃくちゃ良くてね、盗塁、楠本はねフォークボール空振りしちゃうんだけども盗塁がね、きっちり決まって、で楠本三振で佐野がね三振、あれこれもうこいい感じだったけど無得点かなと思ったら、牧が初球をねタイムリースリーベースで、宮崎がライトスタンドホームランっていうね一気に3点っていうね、
これなんかチーム全員で勝ち取ったね。宮崎は2回に進塁打きっちり打って6回のホームランというね。で牧は、ね、この日4安打ストレート、フォーク、スライダー全て打ったからね、佐々木朗希のね。でその中で石田がね前半ロースコアの展開に持ち込めたっていうところでは石田のね勝ち星つかなかったけども非常に素晴らしいピッチング。逆にロッテはね3安打しか打ってないからもう打つ手なしっていうね、完璧にその後のねリリーフ森原、ウェンデルケ、伊勢、山崎っていうところにね抑えられて、まあ、6対1完敗だったからっていうね。でまあ気になったことで言うとね、佐々木朗希ね、対右バッターに対してはもうほぼ外オンリー、まっすぐスライダーフォークね。もちろん逆球でねインコース行くこともあるけども、多分サインとしてはね 100% 外だ。多分これはねキャッチャーのリードっていうよりも多分インコース多分制球力投げれないんだろうねあんまり。であとは別に投げなくても抑えれるっていうところで外オンリーっていうところもあるから、これはね、まあ、今後どうなるか分かんないけども、まあ、他のチームからすると右バッターの時はもうアウトコース狙いで対応していくっていうところが一つのね攻略の糸口を見つける方法になるかも分かんないし、左バッターはねどんどんインコース来たり外来たりどっちも来るからね、逆に右打者並びの方が対応しやすくなるんちゃうかっていうね仮説は立てれるけどどうでしょうかっていうね、ところで、 あとはねこの2回ねワンアウト三塁から外のファーストゴロ、シャタリのねファーストゴロ三塁ベース踏んでからホームタッチアウトのこのダブルプレーね、シャタリグッドプレーよかったね。しかし結果2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。続いて巨人対楽天、16日6対5巨人のサヨナラ勝ち、17日1対2で楽天、18日1対2で楽天、楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうところで巨人が交流戦優勝ならずっていうところと、楽天が首の皮一枚交流戦優勝つながったっていうね、中で16日ね、巨人先発横川6回91球5安打5三振無四球1デッドボール3失点と、まあ、どんどんねストライク投げていっていいんだけども、しっかりコースついていけばいいんだけど、まあ、甘めでもねどんどんいくから、まあ、最後はちょっと捕まったかなっていうね、まあ、でも悪いわけじゃないからね、ここら辺はちょっとね難しいんだけどもね、ちょっと最後ね甘くなったところを楽天打線が見逃さなかったっていうね。で楽天ね先発川島5回72球7安打、三振ゼロ2四球3失点と、まあ、ホームランね2発に、沈むっていうところでね、巨人は、初回ね、2アウトから坂本ヒットで岡本がねレフトスタンドで2ランホームランで、4回に中田がホームランというところでね3対0といい形で試合を進めながら、楽天はね6回代打伊藤がね、ホームラン、これでね、反撃ののろしを上げて、ね、7回岡島のタイムリーヒットで阿部のね犠牲フライで、3対3同点で、8回に、小郷のね2ランホームラン、だから俺申し送り事項で言ったやん、大郷と岡島気をつけよってね。で逆転するんだけどもね、巨人9回裏にね、まあ、このね9回ね、ここまでね松井裕樹が3連投っていうところでね、松井に代わって酒井防御率0点台だからね上がるんだけどもね、梶谷センターツーベースで、重信がライト前ヒットでノーアウト1、3塁から重信の盗塁良かったね、これでセカンドまで行ってで坂本がね逆転サヨナラ3ランホームランっていうところでねね、もう楽天は6、7、8と5点取ってね、これ勝ったかなと思ったけどね、まあ、あとやっぱり巨人はリリーフが課題やなっていうところでね、まあ、PD 鈴木康平みたいなね、感じで、なかなかねっていうところはあるけども、最後この逆転したのがね大きかったっ、ね、で11日1対2で楽天、楽天先発早川6回102球6安打5三振2四球1失点と、まあ、変化球ねしっかり低めに投げて非常に良かったかなとピッチング的には。で巨人先発グリフィンね7回110球9安打3三振2四球1デッドボール2失点という中で、まあ、この日はねロースコアの展開に、なっていくんだけども、楽天はね5回表先頭早川がねファーストへ内安打早川、やっぱりね東京六大学のバッターはねいい形のバッティングフォームしてるね、打つ打たない別としてね。でこのここねファースト中田がね、ピッチャーグリフィンにねパスねトスするんだけども、そのボールが若干右にそれてグリフィンがねスピード落ちるんだよね、この逆シングルになって、でそれによって早川の全力疾走が勝ってこう内野安打になるっていうね。だからこれはグリフィンというよりもね中田のトスが悪かった。でこの後ね辰巳伊藤がアウトになるんだけども、ツーアウト一塁からまたまた小郷がツーランホームランというところで小郷グッパッティね。で、6回ね、大城がこちらホームランを打ってね、2対1なるんだけども、問題はねジャイアンツ8回裏、ワンアウトから岡本フォアボール、丸アウトになるけども中田がセンター前ヒット、ね、でここでツーアウト1、3塁からバッター大城で、ファーストランナーは中田に代わってダイソー門脇、ね、初球から盗塁試みるんだけどもタッチアウト、これは前日の重信の盗塁に
を狙って同じような形で盗塁するんだけども、まあ、ここでね楽天のキャッチャー太田ねスローイング、まあ、ここしかないっていうねあの完璧に無理にタッチしに行かなくてもここしかないっていうところに投げたね、ところは非常にしかも三塁ランナーもね見ないでセカンドに投げたっていうねもう三塁ランナー見るのとか本当いらないんだよだって見ないで投げてギリギリだからねひょっとしたら巨人としてはセカンドに投げてこないんじゃないのかっていうところでね盗塁したのかもしれないけどもこの作戦が全て裏目でねチェンジっていうねここは大城ね前の回ホームラン打ってるだけに大城に託してもよかった中でこの盗塁アウトっていうところがねジャイアンツ的には致命傷逆に楽天的にはねこれしっかりアウトにしたのは大きかったっていうねで18日1対2で楽天というところで巨人先発菅野ね6回85球3安打4三振無四球2失点と、まあ、ツーシームカットスライダーというね内外の、幅の投球というところで非常にね良かったかなと、まあ、援護点がなかったんでねっていうところはあるけどもねでその中でねジャイアンツ初回にね坂本がツーベースでツーアウトになるけども岡本がね先制タイムリーというところでね、いい形でいったけどもね問題は5回、ね、ジャイアンツちょっと問題起きすぎっていうね問題は5回大城吉川が連続ヒットでノーアウト一塁ここでね菅野が送りバント失敗ねファーストの鈴木大地のチャージナイスチャージねでこれで3号、アウトで、バント成功できなくてその後坂本三振梶谷がね、ファースト、フライファールフライっていうところでこのチャンス生かせずここが痛かったねここで点取ってたらもうそのまま俺勝ってたと思うけどそのチャンスで得点にならなかった時に6回ね、ワンアウトから代打渡辺ファーストゴロ中田浩一っていうね、ところでエラーで辰巳が逆転のツーランホームランっていうねチャンス生かせず自分たちのミスでチャンスを与えるっていうねこの最悪の、流れねで逆転されるけどもでも8回9回もねジャイアンツチャンスあった8回はね、ツーアウトから岡本フォアボールでウォーカーがねツーベース打ってツーアウトに三塁になって中田がね、サードゴロで1点取れずっていうところと、まあ、9回はねチャンスを作ってワンアウトツーアウト二塁から坂本をね敬遠してで梶谷三振っていうところで、まあ、8回9回ねここで1本出てればねっていうところでなかなか1本出ずっていうところ、まあ、逆にね楽天はね16日はね中田が連投っていうところあ松井がね連投っていうところで登板回避したけども17、18はね松井がしっかり投げてセーブをね決めるっていうところでは楽天がね交流戦優勝に望みをつなぐね2勝っていうところは大きかったんじゃないでしょうか続いて阪神対ソフトバンク16日4対1で阪神17日4対6でソフトバンク18日0対9でソフトバンクソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうところで18日の9対0でねしっかり得点も取って交流戦優勝に望みをつなぐっていうところでね16日4対1で阪神先発ピーズリーね4回79球4安打6三振2四球1失点とまあ勢いピッチングだからねまっすぐカットスライダーフォークっていうところでねもう力いっぱい投げてどうなるのかっていうところでまあ今後先発にするのかリリーフにするのかまあどうなんだろうっていうようなね感じだねちょっと俺はピリッとしないような感じしたけどねでソフトバンク先発また6回103球5安打4三振2球4失点と、まあ、5回までね完璧なピッチングの中6回ね甘く入ったところをちょっと仕留められたかなっていうね、まあ、中でねソフトバンクはね初回、2四球でフォアボールを作ってねワンアウト1塁柳田ライトフライ柳田が調子上げてこないからね、まあ、これねレギュラーシーズン戻って上げてくるのかっていうねで2アウト1塁になって牧原がね先制タイムリーで1点っていい形で1点取るけども4回の裏ね、ワンアウト満塁からミエセスの、ね、犠牲フライで、同点に追いつくっていうね、ところで、まあ、ここね4回の攻撃ね、近本がアウトコース低めのスライダーねいいところをセンター前で中野の時にエンドランを決めてねこのエンドランもね外低めカットボールね見逃したボールちゃうかっていうところをね、しっかり打って、まあ、ショートがねセカンドベース入ってたんでねそこ間抜けていってで、1、3塁でノイジーフォアボールで、ノーアウト満塁チャンス作って大山が浅いライトフライでタッチアップできずでミエセスがね、犠牲フライで1点っていうところで、まあ、最低でもね同点っていうね、ところで、で6回裏ね、先頭中野レフト前ヒットでノイジー大山アウトになるけども代打ね原口が、タイムリーツーベースで里添はね、ライトスタンドホームランっていうところで、まあ、ここね原口に対してはねまっすぐが真ん中に入っちゃって甘くなったっていうところと佐藤のチェンジアップもねアウトコースになったやつが逆球のインコースに行ってホームランっていうねちょっとここで最後ね6回ね疲れたかなまだね制球甘くなったっていうところでね、逆転されちゃったかなっていうねでソフトバンクはねこう3回表ね3回表に、中村近藤の連続ヒットでワンアウト一塁チャンス作って柳田牧原がね、アウトになって点取れなかったここでね1点追加点取れてればね3連勝もあったかなっていうところ、まあ、阪神はね、リリーフがしっかりね、
あの踏ん張ったかなっていうね、ピーズリーの後島本、梶谷、岩佐田、岩崎がねしっかり投げ切って、島本はねトミー・ジョンから復活、育成にも落ちたけどもねしっかり復活して、この左ね勝利っていうところではグッピッチンやったんじゃないでしょうか、ね、で11日ね4対6でソフトバンクっていうところで、ソフトバンク先発ね石川3回3分の2 75球5安打6三振3四球4失点と、まあ、ピリッとしないね、なんかちょっとね。で阪神先発大竹6回97球4安打7三振1球1失点自責ゼロ、ね、12球団、ね、その後逆転されて勝利ならずっていうね、ところで勝利できたけどね。でも阪神はね、2回裏、先頭大山フォアボール、佐藤ライト前ヒットで、ノーアウト1塁から前川アウトになるけども、坂本誠志郎がね見事にセーフティースクイーズめちゃくちゃいいところに決めてね、1点っていうね。でここでね謎のプレーっていうところで、このねピッチャー石川ねセーフティースクイーズ一塁側に転がされてね取るんだけどね、ホーム完全セーフなのになぜかね一瞬ホーム見るんだよね。でファーストへワンバン送球して悪送球っていうね、まあその後無得点だったから良かったけどね、ワンアウト一塁でチャンス続いた中でね、あれなんで謎にホーム見たんやろっていうところは謎です。はい。で4回、ね、大山がレフトへツーベース、佐藤フォアボールで、ノーアウト1、2から前川アウトになるけども、またまた、ね、坂本が、三塁線抜ける、ね、タイムリーツーベースっていうね。で木浪満塁策 でワンアウト満塁で大竹ピッチャーね、でここは三振で、近本が、ね、ライトへタイムリーヒットで一気に3点で、ね、4対0これはね、あもうこれでまた阪神ねこれ連勝だなっていうね、感じ来たけどね。でその中で5回、ね、牧原のセカンドゴロ、中野がファンブレーラーで、その後ね、連続でヒットが出て、甲斐のタイムリーヒットで、エラーからこの1点ね、この交流戦、エラー数ナンバーワン阪神っていうところでは、これちょっと流れが変わっちゃってね。で、7回、2アウトから、甲斐フォアボール。で、代打野村がね、レフトへツーランホームランっていうね。で、これで4対3、1点差。まあでも1点差だけども、まあこのまま逃げ切ろうっていうところで、9回ね、岩崎、ね、先頭栗原三振。続いて、代打峰井がライトへツーベース。で甲斐がフォアボールで、ワンアウト一塁から野村がね、三振するけども、ツーアウト一塁から中村が逆転のタイムリーツーベースで、今宮がセンタータイムリーヒットっていうところで一気に逆転ね。その中でね、代打峰井ね、代打シュート、じゃ代打峰井から代打ダイソーシュートで、甲斐のダイソーも谷川原っていうねところではもうね最後っていうところで出し惜しみすることなく、ダイソーも代打もね使い切って、その選手たちが躍動して大逆転したっていうところはね非常にグッズ采配だったし、その選手たちのね、走塁っていうところも非常に大きかったかなっていうね。で阪神はね8回裏ね、問題はねもう8回裏なの。8回裏先頭佐藤がツーベースで、ノーアウト二塁からね小野寺送りバンド失敗ね、これ痛かったね。これ送りバンド決めてたらね2号ね、キャッチャー前で2号で挟んでね佐藤アウトになるっていうところでね、これたまた坂本でセーフティースクイーズとかできたからね、ここで1点取ってればもう完勝だっただけに、この8回裏の小野寺の送りバント失敗ちょっと痛かったかなっていうね。でソフトバンクはね大逆転勝利っていうね。で18日、0対9でソフトバンクっていうところで、まあ、ソフトバンク先発ねスチュワートジュニア5回3分の1 108球6安打8三振2四球無失点と、まあ、久しぶりに見たけど、まあ、めちゃくちゃ力強いフォームになってたなって、腕も振れてね。で160キロっていうところでは、まあ、まだまだね発展途上でここからどんどん成長していったり、まあ、あと後半戦ねこのスチュワートジュニアの先発のところで、まあ、面白い試合が見れるんじゃないのかなっていうね。で阪神はね才木5回102球2安打7三振4四球無失点と、非常にグッピッチね、史上4人目交流戦防御率 0.00 っていうね安定的な素晴らしいピッチング、援護点なしっていうね。でもうソフトバンクはね怒涛の7回から5点2点2点っていうね、もう怒涛の攻撃ね、5回先頭ね甲斐がツーベース、三森セカンドゴロで進塁打、中村フォアボールで、牧原がタイムリー、近藤タイムリーで、柳田アウトになるけども栗原デッドボール、この栗原デッドボール痛かったね。で代打野村タイムリーで、今宮ねタイムリーヒットっていうところで5点で、8回にもね牧原、タイムリーの上林犠牲フライで、9回にも、中村がタイムリーの峰井がね代打峰井がタイムリーヒットっていうところで、まあ、このね交流戦優勝に向けては得失点率の差がっていうところがね関係しているから、この9点取ったっていうのは非常に大きかったかなと。で阪神はね3回4回5回6回この7回ね反撃くらいまでのここで1本出てればっていうところで、3回もね、先頭木浪がセンター前ヒット出るけども、ここでね才木送りバント失敗っていうね、ここしっかり送りバント決めたかったなっていうね。で4回先頭前川がツーベース出るけども、
大山佐藤が連続三振、ミリセツを敬遠して梅野が三振っていうねところで1本です。で5回ツーアウトからね、近本がセンター前ヒットを打って盗塁するけども、中野がねチャンス生かせず。で6回ワンアウトから大山ライト前で、ここでね盗塁成功して佐藤フォアボール、ワンアウト一塁からミリセツね 5-4-3 ダブルプレーっていうところで、ここで1本出てればっていうところでね、出なかったことがね 7-8-9 一気にね、ソフトバンク打線大爆発っていうね結果、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越し。さあ交流戦優勝はどうなるのかっていうところでね、さあ最後にもう今もう何分喋ったか分かりませんけども、最後にベストライン発表していきましょう。パ・リーグからピッチャーオリックス山崎達也、投打にグッド。キャッチャー日本ハムマルティネス、欠員方は不明です。ファーストオリックス頓宮、止まらないバッティング。セカンド楽天浅村9安打打撃好調か。サードソフトバンク栗原、工業高校出身です、一緒です佐々木と。ショートソフトバンク今宮、週間9安打。レフトソフトバンク近藤、今年30歳です、8月9日誕生日。センター楽天辰巳、立命館大学出身です。ライト楽天大郷、8安打2本塁打5打点5得点は素晴らしい。リリーフ楽天松井裕樹、週5登板素晴らしい。セリーグピッチャー高橋宏斗、初完封初完投です。キャッチャー広島坂倉、もうすぐ3割頑張れ。ファーストヤクルトオスナ、固め打ち。セカンド DeNA 牧、交流戦初優勝なるか、はい、サード巨人岡本、交流戦優勝ならず、はい、ショート巨人坂本、10安打2本塁打4打点、気づいたらもう打ちまくりです。レフト広島西川、交流戦5割チームとして、まあ、十分でしょう。センター巨人丸、丸と坂本が打ち出したらやっぱり強い。ライトヤクルトサンタナ、シャーロットアンスアスリー高校です、はい、リリーフ巨人菊池、佐渡高校出身です。はい、ということで終わりです。もう疲れました。ありがとうございました。